大学生の頃から雅子様を知る人がいます。ピアニストの熊本麻里さんです。ちょうど雅子様が、バストン留学中、私はちょうど17歳から20歳までニューヨークのジュリアード音楽院で勉強していたんですけれども、で当時はもうボストンで留学している音楽学生もすごく多くて、ボストンというのはすごく自然が美しくていいんですけども、刺激がちょっとないので、夏休みとか冬休みになると必ずニューヨークにこう刺激を求めにこう学生たちは来ていたんですね。ちょうど雅子様が友人のアパートに、その夏休みや冬休みになるとお泊まりにいらしてたんです。でちょうど私はその友人と、ピアノ仲間で仲が良くて、その時に数回雅子様が偶然泊まりにいらしていて、ああまた雅子ちゃん遊びに来てるのっていう感じで何度かこうお話ししたのが、その私の思い出なんですね。大体アパートにカーペットが敷いてあるので、カーペットの上にこう座って女友達を呼んでいろいろガールストークをそこでしていたって、その風景そのまま2人がそこに座っていて元気っていう感じでこう挨拶したっていう思い出なんで、その時は本当にもう学生で、目がすごく光っていて、とってもシャイな女の子っていう感じですね。本当にとっても人見知りする恥ずかしがり屋の女の子です。スマイル、笑顔がすごく可愛らしくて、とにかくはにかみ屋でシャイな雰囲気で、私がどっちかっていうとアクティブで、雅子様がすごくパッシブっていうか静かな感じで、でもすごくその笑顔が印象的で、目がすごく光ってて、でもすごく日本的っていうイメージですね。私はどっちかっていうと、私も雅子さんも帰国子女、外国で育ったバックグラウンドなんですけど、どちらかっていうとそういう学生たちは自己主張が強くて、よく話すっていうイメージなんですけど、雅子さんはどちらかっていうと親しい人でもすごく割と言葉少なく、こうすごく恥ずかしいガリアでこう一言一言こう恥ずかしがりながら話すような、そういう感じですね。だからこうニコニコしててこうすごくっていう感じ。雅子様はハーバード大学で持ち前の頭脳明晰さを発揮され、成績優秀な学生だけに与えられるマグナクムラウデを受賞。帰国後は東京大学に入学され、難関の外交官試験に合格、華やかなキャリアをスタートさせていきました。当時皇太子だった天皇陛下と出会われた雅子さま。その7年後に行われたご婚約内定記者会見では、私はやはり最初にお目にかかった時は大変緊張しておりまして、緊張してご挨拶を申し上げたんですが、その後は何か意外なほど話があったといいますか、話が弾んだというのを覚えております。ですからその時私が受けました印象はとても気さくで、かつすごく配慮のある方だということでございました。私が殿下のどういうところに惹かれたかということを申し上げますと、まずそのご自身が大変そのお苦しい時にでも他の人の苦しみについてまず先に考えられるような、そういう大変に思いやりの深い方でいらっしゃるということ、それに大変忍耐強くでいらっしゃるといいますか、根気強くいらっしゃるとこう言ってはちょっと失礼かもしれませんが、とても人間にできた方でいらっしゃるということに本当に敬服いたしました。雅子さんのことは僕が一生全力でお守りしますからというふうにおっしゃってくださいました。この記者会見を見た熊本さんは、久々テレビであの時雅子さんも拝見して、すごくやっぱりわあ
大決断なさったなっていうのが第一印象でしたね。そしてやっぱりすごく冷静で一言一言発言する前にこうまず自分で消化してから発言なさっていて、とっても落ち着いていて、最初にお会いした時の雅子様とはまだ全然違う、まあ、大決断をした女性っていう感じですね、印象はね。その前いろいろね、もうその候補として雅子様は分かってたので、いやもしかしたらと思ったんだけれども、でもやっぱすごくキャリアとして活躍なされてたから、いや多分お仕事を選ぶのかなっていうのを私思ってたんですね。ですから余計やっぱりあの時は、まあ、将来の皇后陛下様へのもう第一歩っていうか、大決断っていうのが自分の中で第一印象ですね。その後も雅子様とこんなつながりが。日本に帰国しまして、私はちょうどあの23歳でデビューしたんですけれども、でその時にプロデューサーの方が高円宮様の学習院の同級生 で宮様が大変音楽を好きだっていうことで私の CD をお渡ししたんですね。そしたら興味を持ってくださって、まあ、年私のコンサートには足を運んでくださったんです。でその中で宮様との交流の中で皇太子様と雅子様ご結婚なさったっていうことを聞いて、あ実は私ニューヨークでね一時何度かお会いしてるんですよっていう話を高円宮様にお話ししたんですね。そしたら、あそうなのって言ってすぐ雅子様にその話をなさったんですって。雲止まりって覚えてるって。そしたら、あもちろんですって言って、お元気ですかっていうことを、で私はもしかしたらね覚えてくださってないかななんて思ってたんですけれども、すごく覚えててくださってすごく喜んでらしたと。でそれをきっかけに、じゃ あのせっかくね宮様からも雅子様にお話ししていただいたので、私の CD をね毎回出るたびにお送りさせていただいたんです。覚えてくださっていた雅子様へ CD と手紙を送ったところ、すぐに返事があったとか。その内容とは、担当の助官の方がね毎回すぐにもう受け取りましたっていうメッセージと、今から雅子様のメッセージ読ませていただきますで、電話口でゆっくりとその雅子様のメッセージをね読んでくださって、それがニューヨークで最初お会いした時からこんなに時間が経ってしまったんですねって、本当にご活躍ですね、楽しみにCD を聴かせていただきますっていうメッセージをいただいて、その後も毎回新しい CD が出ると送らせていただいてますね。結婚する前に一度雅子様と皇太子様を清居ホールのコンサートにご招待したんです。でじゃあいらっしゃるってことで OK が出てたんですけども、1週間前にね急遽何かご予定が入ってしまって来れなくなってしまったんですね。最後この2年前も1回ご招待させていただいたんですけども、その日にやっぱり予定が入ってしまってってことで、まあねこれからますます大変お忙しいので、まあ、CD とか送らせていただきたいし、まあ、近々ぜひ本当に生のね音楽を聴いていただきたいなとすごく思っています。熊本さんにとって雅子様はどんなイメージなのでしょうか。曲で表現してもらいました。
日本に帰ってきて音楽家になって、その音楽家になってから、まあ、高円宮様に出会って、で音楽家としてピアニストになってまた巡り会えたので、私としてはそのやっぱ音楽がこうして素敵な出会いをね作ってくれたって、音楽に感謝、音がいろいろな出会いもね持ってきてくれて、でこれからもピアニストとしていい音を奏でて、またそこで雅子様とね、もう天の映画ですねがいらしていただければすごく嬉しいなって思いますね。雅子様の笑顔は多くの人々を包み込んでくれるような深い優しさに満ちています。